佐賀大学附属図書館利用案内2大学の図書館では大学生の皆さんや教員の方研究者の方の学習や研究をサポートするため様々なサービスを提供していますこの動画では佐賀大学附属図書館の利用の仕方について解説していきます今回は応用編ですまだ基本編を見ていない方はそちらもご覧くださいそれではスタートです Wi-Fi 付属図書館の館内は、どこでも佐賀大学の Wi-Fi を使うことができるので、ノート PC などを持ち込んでの学習や調べ物を行うことができます。Wi-Fi を使うには、ネットワーク選択の時に、こちらのネットワークを選択してください。端末登録をしておくと、次回からの利用に便利です。詳しい使い方は、図書館スタッフにお尋ねください。また、佐賀大学 総合情報基盤センターのホームページにも詳しい解説が掲載されていますグループ学習室図書館には多様な学習や用途のための設備があります3階のグループ学習室はグループでの学習やサークル活動のミーティングゼミ発表の練習などグループでのいろいろな活動に使うことができますグループ学習室は5部屋あり それぞれぞに可動式の机と椅子があります。部屋ごとに設備は異なりますがホワイトボードやノート PC と接続して大画面表示ができるプロジェクターやテレビモニターを備えています机の形もそれぞれの部屋で異なるので利用する用途に応じて部屋を使い分けることができますグループ学習室のうち1番から4番を利用するには予約が必要です 5番は予約なしで自由に出入りができます。予約は図書館のウェブサービス、マイライブラリーから行うことができます。マイライブラリーは付属図書館のホームページからログインできます。ログインしたら、メニューの各種依頼の中のグループ学習室予約を開きます。 新規施設予約を開くと、各部屋の予約状況が検索できます。部屋名と日付を選んで検索します。検索すると、予約状況の一覧と予約フォームが表示されます。予約フォームに必要事項を入力して、入力内容確認を行います。最後に、入力内容確定をして予約完了です。 予約の日時になったら、カウンターにお越しください。部屋の鍵をお渡しします。その際、学生証が必要です。また、ホワイトボードやプロジェクターなどの機材を使う際には、この際にお申し出ください。必要な道具や機材を貸し出しします。視聴覚資料マルチメディアブース 1>, 1階には視聴覚資料コーナーがあり映画や学習用の DVD ブルーレイディスクを置いています図書館外への貸し出しはできませんが見たいものがあったら1階のマルチメディアブースで視聴することができます見たい DVD やブルーレイのパッケージをカウンターにお持ちくださいディスクと再生機器のリモコンを貸し出します 予約・医学文図書の取り寄せ読みたい図書が図書館にあるかどうか借りられる状態であるかどうかなどは蔵書検索システム OPAC で調べることができます。OPAC については基本編の動画でも解説しています。調べた結果その図書が貸し出し中だった場合には 予約をすることができます。予約取り寄せボタンからお申し込みください。予約取り寄せボタンを押して、マイライブラリーにログインします。最初に受け取り缶の選択画面が出ますので、選んで検索ボタンを押します。通常は本館です。次の画面で申し込みボタンを押せば予約完了です。 予約をすると、その図書が返却されたときにカウンターで取り置きを行い、予約者にご連絡します。また、所在が異文館だった場合には、同じ予約取り寄せの申し込みフォームで取り寄せの申し込みを行えば、医学文館からその図書を取り寄せることができます。医学文館は、医学部などがある鍋島キャンパスの図書館です。 外部図書館資料の取り寄せ・図書リクエスト読みたい図書や資料が佐賀大学附属図書館にない場合には、他の大学や公共図書館など、外部の図書館の資料を取り寄せたり、付属図書館にリクエストしたりすることができます。どちらの場合も、マイライブラリーから申し込みを行います。取り寄せは、図書の場合には図書本体を、雑誌の場合には記事や掲載論文のコピーを取り寄せます。 マイライブラリーの各種依頼から、学外文献複写、図書貸借依頼を選択します。図書の場合には、新規貸借依頼を押してください。依頼フォームが表示されるので、連絡先や図書の情報など、必要な情報を入力します。入力内容確認ボタンを押し、次の画面で。 入力内容確定ボタンを押します外部からの取り寄せには郵送費や複写料金がかかるので注意してくださいただし、県内の公共図書館から図書を取り寄せる場合には料金はかかりません取り寄せ以外の方法として付属図書館に図書をリクエストすることもできますこちらもマイライブラリーのメニュー各種依頼 学生図書リクエストからリクエストを行いますこの場合、料金はかかりませんが1ヶ月ぐらい時間がかかりますリクエストされた図書の準備が整ったらリクエストしてくれた方に最初に貸し出しますいかがだったでしょうか今回の応用編では グループ学習室や視聴覚資料の利用方法と、マイライブラリを使ったいろいろなサービスの申し込み方法について解説しました。次のウェブサービス編では、オンラインで利用できる電子書籍や電子新聞、いろいろな情報源をまとめて検索できるツールなどを紹介しているので、そちらもぜひご覧ください。